みんなで平成に戻ろう。やっほー、エミネでーす。てかさ、喋りたいことがいっぱいあるんだよね。うん、ね、見て、まずさ、まず見てくれ。ちょっとまず見てほしいんですけど、オスカル様、やばくない？ベルサイユのバラのオスカル様です。スナイデルホームでベルサイユのバラコラボが前にやっててさ、買って満足しちゃってて、やっと着れたっていうね。でさ、長袖だと思ったらさ、気づいたら半袖だったわけ。結構前なんだよね、これ。あと、歯列矯正のワイヤーが全部外れました。イエーイ。いや、ここ1年以内くらいの動画はマジずっと口の中メカだし、ここ1ヶ月の動画はあの表側にワイヤーがついてたからさ、なんか目が口がでけえってめっちゃ言われちゃってさ、本当にワイヤーついてるんだよねって思ってたんだけど、今リテーナー期間だから普通にマウスピースは必須でつけてるんですけど、前の動画よりはね、口元の印象かなり変わったんじゃないかなって思うので、また歯列矯正系の動画は出しますね。ということですね、今日はなんでその動画をつけたかというと、最近さ、自分が好きだからっていうのもあるんですけど、まあ、美容系を結構やってたわけ。美容系をやりすぎるとやっぱさ、自分の最近のこととか喋れなくなっちゃうわけ。だから普通にまずみんなと喋りたいなと思って動画をつけたんですけど、今日ね、たまたまね、 YouTube つけてたらアイドルのニュースのチャンネルで昔のさ PV が流れてきたんだよね。チャンカパーダとか恋の ABO とかを見てたら、なんかもうマジでかき立てられまして、平成の青春の記憶というものが。でさ、今ってさ、結構スマホが当たり前になってて、韓国系男子が当たり前になっててと思って、なんかちょっとやっぱうちらに最近足りてないものは平成の男のエッセンス足りてなくないと思って、でいろいろさ探ってたのね、ピンタレストとかでさ、平成のジャニーズとか探ってたらさ、もうめっちゃえめえ、うん、えめえ気持ちになって、過去振り返りたいタイプでもないし、過去に未練があるとかいうタイプでもない。結構もう前向いて生きていってるタイプなんだけど、唯一振り返っていいこと、それは平成。うん、平成ロマンはね、みんな振り返ろう、定期的に。平成からじゃないとね、得られないエッセンスが多すぎる、うちら。あの時代に一番青春を生きててよかった。だから平成十何年とかになるのかな、中盤くらいだよね。嵐で1999年、カトゥーンとかで調べたら2001年とか、もうマジで昔のアイドルと一緒に育ってきたわけ。平成の男ってさ、なんであんなにさ、なんか男男してたんだろう。今は今でその化粧をね、上手にする男子とか、そのジェンダーレス系とかさ、なんかいっぱいあるけど、ジャンルはどれも素敵だよ。で、多分十数年後、きっとこの令和のこの時代のこれ良かったよねとかいう時代がきっと来るんだろうけど、あのさ、平成って不思議じゃね？平成ってさ、男かっこよすぎね？女の子もさ、かわいいよ。いや、てか、あのなんかね、大人なのよ。わかったわかったわかった。あ、下のズボンはクレヨンしんちゃん。ちょ、すんごいでしょ。平成って大人っぽかったのよ。セブンティーンも、ポップティーンも、買ってた理由としては、ギャルギャルしい可愛さも好きだし、ギャルの大人っぽい感じも好き。てか、なんかね、あの時代の高校生ってキラキラしてたの。なんか、それぞれのこう、学年によっての着こなしとか、憧れる要因がいっぱいあって、だから今の学生の子たちもきっとね、TikTok とかあれだからあると思うんだけど、うちら雑誌から出てたから、まず、雑誌のキラキラした大人っぽい、そのモデルの子たちとか、ドクモとか、私ね、インフルエンサーとかなかったから、だからドクモって呼んでたのか。そうだからさ、そういうのが本当に憧れで、そういう大人っぽい学生を目指したいみたいな感じだったの。だから大人っぽく見られなかったし、バブミって言葉もなかったよね。だから本当にトレンドなんだろうなって思うんだけど、回ってこねえかな。回ってきた頃にはもう私も30か。今さ、アマプラでさ、極戦またやってるんでしょ。今日みんなに聞いてさ、知ったからさ、見るわ。これ動画撮り終わったら見始めようと思うんだけど、また極戦って見たことある？みんな多分あると思うけど、最初の松潤とかの時代もいいし、赤西仁、あとは三浦春馬くんとかこう出てた時代も、それぞれの時代の良さがあるわけです。あの時代のさ、男子の髪型考えた人ってさ、誰なの？本当にさ、平成の男子って本当にかっこいいよね。髪型も学生服の着こなし含めて、あれってさ、何がきっかけで流行ったんだろう。今ってみんな綺麗な着こなしじゃん。
最近こそちょっと平成ブームが来て若干こう着崩す風潮あるのかもしれないけど、女の子は男の子ってあの時代に戻ることってあんのかな。でもね、なんかね、中身も違うのよ。今はわかんないよ、わかんない、学生じゃないから。今の男の子たちはもしかしたらオラオラしてる人いるかもしれないけど、ヤンキーものが人気だったわけで、うちらもやっぱちょっと悪い男の子が好きだったの、学生時代って。入学してさ、3年の先輩とかってさ、めっちゃ怖いわけ。でもこう着こなしとかも本当に足生えてますかって思うくらい、もうパンツ丸見えな腰パンでさ、もう髪とかこんなさ、盛り髪のもうこんな、もう頭こんなに出して頭こんなでかいのよ、盛り髪で。盛り髪の先輩がおって、なんかいつも先生におらついてるみたいな。どこの学校もそうだったのかな。先輩がめっちゃ先輩だったよね、あの時代って。身長も高く見えたし、ガタイもすっごくよく見えたし、オス臭いというか、なんか男臭い、みんなね。今のトレンドとはまた違うんだろうね。なんか前置きめっちゃ長くなっちゃったんだけど、そうストーリーでさ、私荒ぶったわけ。めっちゃ、見てもう青春ストーリー死ぬほど出したの。したらさ、みんなが共感してくれたんだけど、みんなのね、平成エモエピ募集しました。で、ちょっと私のさ、平成エモエピまず話していい？ちょっとやっぱさ、悪い男ブームだったわけで、別に私は悪い男が好きだったわけじゃないよ。私はどっちかというと、私がめっちゃギャルとか言うわけでもないんだけど、まあもちろんお化粧もして学校行ってるし、なんか髪めっちゃ巻いていったりするし、スカート短くて先生に目つけられてるしみたいな。よくそう、先生に呼び出されたりとか、あのめちゃくちゃ生活指導の先生とかにちょっと嫌われてたタイプのなんか女学生だったわけ周りは結構みんな悪い先輩とか、なんかこうちょっとやんちゃな人とかが好きだったり、私って逆に自分がちょっとやんちゃ、そういう感じやけん、逆にちょっと陰キャな先輩が好きだったのそれは今ではあんま変わってないんやけど、なんかインテリ系陰キャがやっぱあの時から大好きだったわけ。まず中学生の頃に一個上の先輩で生徒会長かなんかしてたかな、その先輩が。で、なんかある日全校集会のスピーチというか、なんかそれがすっごい癖が強かったの。え、ちょっとこの先輩面白いかも、会いに行っちゃおうと思って掃除場所を把握して、なんか見つけて先輩に、なんか N スピーチめっちゃおもろかったねって言って、なんか喋り方がちょっとおもろかったからいじったりしてて、結局向こうから告白されて、私もまあ好きだからみたいな感じで付き合ったんやけど、ヤンキー系がかっこいいって今は思うけど、あの時代ってインテリインキャばっかりを好きになっていたのよ。中高時代までは常になんかこう恋愛しといた方が自分を可愛く保てるというか、なんかこう学校に行くモチベみたいなのがやっぱ勉強も嫌いしなかったから、推しがいたら頑張れるみたいな感じで。私が高校1年生だった時かな。で、まあ、入学した時は1校への先輩かなんかがちょっと結構チャラチャラしていたというか、まあ、やんちゃな先輩とかもちらほらいたのね。そっからなくなってったな、やんちゃってなくなってったなやんちゃの先輩に言い寄られてたんですよ。エミちゃんの連絡先教えてよとか言って、なんかどういうあれかわからんけど、私のメアドを入手して、なんかメールしてくる先輩がいて、 M さんと言いますね。 M さんが、まあ、メールとかもうなんかすごい、なんかもう教室とかまで来るし、なんか学校の帰りとか待ち伏せしてるし、なんかメールもしてもうなんかすごいし、俺の女になるよみたいなタイプ、いなくね今いなくね。だから髪もツン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 モリモリで、第何ボタンまでシャツ開けてますかみたいな。で、はだけさせて、腰パンで、今さやってたら、ほんと可愛いなってなるけどさ、あの時のさ、私はなんか、何みたいな。先輩のこと全然好きじゃないんですけど、って言って。嫌です。こうやってめちゃくちゃ突き放しよってんけど、それでもしつこくて。で、その時私は、一目惚れをしていた一個の先輩がいたんですよ。だからその先輩同士は同いですね。私は結構先輩にアタックするのが好きだったから、先輩にうざがられる様が好きというか、生意気いじりをする後輩、そんなんでこう本命な気になってる先輩には絡んでてみたいな。その時になんか確かね、 M さんはもうなんか強制的に俺ら付き合うからみたいな感じで言ってて、でも勝手に好きにすればみたいな感じで付き合ってるってことになったのかな。でもなんでそういう風になったかもわかんないんだけど、多分しつこくて好きにならなくてもいいよみたいな感じだったの。好きにならなくてもいいから、でも俺ら付き合ってるからみたいな感じで、勝手にすればみたいな。私は全然 A さん本命だから、あんたのことなんて好きにならないからみたいな。ドラマすぎA さんのこと本命だから、あんたのこと好きにならないからっつって M 先輩にずっとやってて、でも M さんはなんかそれでもいいよ、俺はなんか勝手にお前のことを好きでいるからみたいな。男でしょ、めっちゃ男だよねで
でも本当にいい優しい先輩だったの、 M さんも超優しい、本当にマジで好きなんだなみたいな感じなんだけど、好き好き言われるとなんかもういいみたいな、で私はなんか A 先輩なんだみたいな感じしよって A さんといい感じになったの。まあ、そういい感じになった時にある日体にすごい傷跡がすごくできてた日があって、なんか腕とかここら辺とかに、え、その傷跡なんですかみたいな、え、なんかなんでそんな怪我してるのって言ったら、いや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 A さん、いやいやいやで私はピンときて、もしかして M 先輩にやられたよねってなって、関係ねえよみたいな A さんで、私は本当に私のせいでこんな目にあってごめんとか言って、で速攻 M さんに呼び出して、おいみたいな、私の A さんに何してくれんのとか言って、なんか先輩をバチボコ詰めたっていう男の先輩を、もし娘とか息子ができたらさ、なんかこういう話聞かせてほしいのメールをさ経験したことありますか？結構私のチャンネル見てくれてる子って年齢近い子とか、ほんと3歳下とかの子とかだと思うから、もちろんね、いろんな層があると思うんですけど、だからさ、多分メール経験したことあるよみたいな子結構いると思うんだけど、メールっていいよね。写真とかもさ、アプリとかなくて、画質のめっちゃ悪いガラケーで写真撮ってたわけ、いつも。で、なんか雑誌とか見てもさ、モデル撮り方講座みたいなね、顎に V をこうやって作って、白飛びさせて光が白い場所で上目遣いで撮るみたいな。そしたらなんか V ラインが強調されて小顔効果に見えますみたいな、全部情報はね雑誌から入手するんですよ。でちょっとみんなのさエモエピも読んでいい？中学時代の彼氏が携帯持ってなくて家に電話かけてたこと、今じゃありえなそう、やばい。え、今の学生で家電で電話する学生っているのか？高校からはガラケーがあったけど、ガラケーもお金かかるから家電だったな。てか電話すらさせてくれなかったから、まず会うしかなかった。だからウィルコムとかさ、途中から出てきたけど、ウィルコムってね、ガラケーとはまた別にこういうなんかおもちゃみたいなちっちゃい携帯があるんだけど、それをなんか契約しとくと月900何十円でなんか喋り放題とかそういうのがあって、何分前に切らないといけないとかあったよね。なんか20分ごとに切るとか、切ってかけ直して、切ってかけ直してしたらその分なんかお金かからないよみたいな。だから、あ、ちょっと一回20分経つから切るね、もしもーしみたいな感じ。でもさ、家電ってさ、経験したことある？私もめっちゃ家電でかけてたんですけど、だから家に本体の電話とその子機、もう一個その離れてても使える機械があって、それをいつも私の部屋に置いてた。でもお母さんも電話するから、ヘミまた話し中やろって言ってめっちゃ怒られて、あー懐かしいな。中学生の時のね、初めての彼氏とかにも学校でやっぱ恥ずかしいから喋れないわけだから、お家に帰って電話をするっていう時間があった。ほぼ毎日電話してて、彼氏がいる時期ってさ、家の電話がめっちゃ高騰するわけだから、母にめっちゃ怒られてたし、昔って既読機能とかないからさ、メール送っても見てるかもわかんないし、届いてるかもわかんないし、まあ一応届いてると思うけど、こっちにメール送ってくるのとかもさ、メールってマジでもう今考えて本当に超アナログだよね。あ、だからさ、好きな人にさメール送りたいし、なんか好きな人とメールの LINE したいけど、好きな人にメールを送るきっかけがない。大人になったらさ、何とでも言えるけど、飲み行こうとかさ言えるかもしれんけどさ、あの時代ってさ、運動会何組になったとかさ、ほんとどうでもいいネタしかないわけなんだけど、よくね、私がやってたのはメアドをチェンジして、メアド変更しました、登録よろしくお願いしますとか言って一斉送信をするんだが、好きな人には個別でメールを作り、なんか丸丸くん、メアド変えたからよかったら登録し直してくれると嬉しいな、てか今日もなんか学校お疲れみたいなメールを、メアド変更をしてよくやってましたね。雑誌は発売日にちゃんと買いに行ったし、姉と交換子して読んでたな。やってた、雑誌が正義だったからね。 TikTok とかみたいな片手で情報が手に入るとかいう時代ないから、本当に読み漁るほど読み漁らないと情報って入ってこないし、なんかお姉ちゃんいたりお兄ちゃんいる人ってめっちゃなんか混ぜてるからね。今ってそういうのあんのかな。リプトンのミルクティーばっかり飲んでた。可愛かったもんだって。リプトン飲んでるくさ学
生可愛かったし、可愛いパッケージのものとかが結構あったんだよ。ミッキーとかさ、雑誌もリプトンのミルクティー飲んでる子は可愛いとか、なんか結構そういうのあった。いちごミルクとかこの時小学生高校生でした。ケツルル死ぬほど憧れてましたか。わかる、小学生時代の憧れは本当にポルルメゾピアのエンジェルブルー、百貨店系ブランドというか。あと3年2組とかな、買ってもらってたな。私の時代がなぜかプレイボーイとかも流行ったな。お洋服で黒の配送にルーズソックス、ダイヤモンドラッシュ2枚重ね、つーちゃんのつけましかかった。やばやべえ、マジでやってた。校則がやっぱ厳しいから、なかなかいろんな制服のアレンジとかできないし、だから買えなかったから、そもそも。けどさ、雑誌とかに出てくる東京のギャルとかはピンクのカーディガンとかを重ね着してたりとかさ、スカートがチェックだったりとかさ、東京のギャルに超憧れてたよね。でこの間ね、ディズニーかなんかの帰りにタスカでスクバをデコってる JK に遭遇して、なんか涙出そうだっただから今流行ってるんでしょ。そうだよね、今調べたら出てきたわ。今の子ってさ、そこに書くんだ。うちらの時代はあっこのバッグの正面とかにド派手にもうバカデコってたし、今さミニーちゃんとかまたつけてるじゃん。あんなゴロゴロ、私はマリモッコリ6個くらいついてましたよなんでマリモッコリなんだよって感じだけど、だから私は可愛いギャルになりたかったのに、つくばにマリモッコリ6個つけてる意味わからないギャルでしたね懐かしい、やばい、本当に。わ、こんなん出てきたけど、こんな、本当。わ、野球とかね、なんかバスケとかだったら、なんかバスケを漢字で書くとか。やってましたよね。各家に電話していく連絡網。てかさ、今って連絡網とかあんのかな？え？だってまず家電がない時代なんじゃない？今ってさ、連絡網とかあるんですか？それか LINE グループもしかして。もしかして。だってさ、めちゃめちゃ個人情報じゃない？携帯電話 だとお金かかるから、好きな人にほぼ毎晩電話、家電からかけてたら10万近く電話代いって、親にガチギレされました。電話かけさせる男はもちろんチャラ男。いやー、わかんの、マジで。まあいいな、今の時代にさ LINE とかあるの羨ましい。だって電話して繋がり放題じゃん。いつまでさ喋っても電話代かかんないでしょ。やばいから、それ本当にうちらって繋がることが大変だったんです。スマホもないし LINE もないけん、メールとか手紙が主流だったのは今思えば宝ですよね。本当にそう、手に残るものというか、写真もデジカメとかもあれだし、なんかデータ時代じゃないからさ、写るんですみたいなの、本当に写るんですみたいなのを修学旅行とかに持ってって写真撮ってたから、なんか結構こう手元に写真がある時代なんで、まだかろうじて。だから今の子たちに言いたいのは、なるべくね手元に残しておいた方がいいかも。手紙とかもう書かないかもやん、今の時代って。わかんないけどね、前授業ごとに書いてたから LINE とかないからさ友達にね、暇つぶしで手紙めっちゃ書いてたから、写真も現像できるもので現像しといた方がいいと思うし、データってマジいつかなくなっちゃうから、気づいたらマジなくなってるから、10年単位とかで。22歳で小学生の時、男って感じの高校生のお兄様方が好きでした。いざ自分が高校生になったらマッシュブームでマリーボエスでキノコの増殖でした。平成ダッシュが見たかったです。そうだよな、十数年でまたさ、すごくさ変わっていくから、時代って。今とか AI とか出てきてるやん。本当に人間が頭を使わなくなってくる時代とかになってくるかもしれないやん。うちらも iPhone が出てきてから一瞬だったから、そのスマホに侵食されちゃったのが。でガラケー時代ってよかったよねって話をやっぱするからさ、うちらはもう多感な時期をあの時代で終わってるんですよ。だから別にこっから先って正直また数十年後だったら、多分10年前の私とかで比べるかもしれないけど、あの学生時代の頃よりは多感じゃないはずなの、今の方が。でやっぱどんなに年取って思い出す時も、きっと学生時代の思い出とか、学生時代のうちらが過ごした文化とかをきっと思い出すと思うの。だからこそ小学生、中学生、高校生、大学生、そうですね、20代前半の方々まで、今が一番いい時代だと思います、本当に。だから、平成っていう時代を私は生きれて本当に良かったと思うし、本当誇りに思ってるけど、きっと今の時代を生きてる子たちも平成が良かったって言われるように、この令和のこの時代が良かったって言われる日が絶対来ると思うから、今一生懸命楽しみましょう。
そして TikTok が流行ってたり YouTube が流行ってたりとかいろいろあると思うけど、いろんなアプリとかそれをめっちゃフルに使いこなした方がいい、うん、十数年後はきっとないものだと思うから、もしかしたらこのねスマホもこれすらなくなってるかもしれないから、え、スマホ使ってた時代エモいとかいう時代来るかもしれないから、だから今は一番楽しもう今を平成振り返り動画、はい、ということでめっちゃエメい話をしてみました。久しぶりにめっちゃ語ったんですけど、なんかね私やっぱ喋るの大好きなんでいくらでも喋れる気がしますね。なんで喋りやすいか分かったわ、矯正器具取れたからだ。矯正器具がついてたこの1ヶ月前についてた時ほんと喋りづらかったの、唇が矯正器具全部引っかかるからマジで喋りづらかったんだけど、あと喋る時もなんか口の動かし方とか気持ち悪くて本当に嫌だったんだけど、口が動くからだったり絶対にそうだな。ということで、みんなの平成エモエピ青春時代のお話もぜひコメント欄に書いてください。待ってます。バイバイ。